ます。そしてたくさんの仲間が日本中から世界中から応援しています。いわきのことを覚えています。どうかそれを忘れないでください。愛しています。いわきを愛しています。ゲストファンの皆さんのことを愛しています。ありがとうございました。主が生きておられる、その生きておられる主がクリスチャンを通して働いておられる。それを人々が感じることができる。何とかしてイエス様にそのように働いていただきたい。それが日本において一番必要なこと、全体的にはそれが一番必要なことだと私は思っています。そうしなければ言葉で語って人々を納得させようとすることになる。今避難をしている災害に遭った人たちは言葉では動きません。本当にイエス様生きておられますということは言葉ではなくて目に見える形で何かを通して受け取ってもらうことができたらこの国は変えられるはずです。私たちには神様を見ることができません。手を触ることができません。しかしこの世の全てを作られた神様、そして私たちに命を与えてくださった神様は生きて今も私たちをご覧になっている。神は実にその一人がお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。一人でも失ってほしくないですよ。一人でも滅んでほしくない。そのような神様がこのような状況、この日本を見て涙を流しになるわけがないんですよ。永遠の命に、関わる仕事をするのは僕たちにしかできないんです。今日本 1% はクリスチャンしかいない。 1% もいるじゃないですか。私たち一人一人がイエス様によって用いられるときに日本は変わります。私たちに託されています。何もない心から主は奇跡を起こされる。捧げます、その心を。捧げます、流通物流が止まって一般の生活者で困っている人たちへの、ヘルプもある。まあ食料 の、 必要とプラスその、まあ、衛生的なケアができるその今必要がありますね。やはり皆さんのお祈りの力がどうしても今必要な状況なんですが、少しでも多くの力が必要だと感じています。本当僕たちは小さいものです。本当に小さいものなんですけど、何かこの地域のため何か教会としてできることはないかっていうふうに考えています。なんとかこの、 仮設住宅とそしてプレハブのようなものをね、でもいいからとにかく再建をして、そしてその拠点として、まあ今まだこれから多分続くでしょうから、その、支援拠点となってね行きたいっていうのが今第一の願いですね。主の恵みはとこしえまで主の恵み
Thank you.